月1です。ハート岩がありました。さすが宮古島ですね。半袖でも大丈夫です。バカンスですね。はーい、プールでーす。イエーイ。こっち側はね、海が見える。海をバックにしましょうか。見えるかな。わー、めっちゃ綺麗です。夏ですね。ちょっと入ってみようか、足だけでも。ね、足だけ。冷たい。冷たいです。海に来ました。10月だけど、10月末だけどまだ入ってる人もいます。日陰じゃないのが普通だ。そうだ。ここは足りない、はい、ちょっと浅いですね。ここは浅って書いてあった。うん、やってみます。海めっちゃ透明度は高いです。海の方が水温が低いですね。はい、あ、高いですね。魚も少し見えるけど気をつけて。シギラ黄金温泉ですね。どんな感じかというと、真ん中にこのジャングルプールがあったりとか、よっかかったりとかする、もう湯のところもあるけど、中には裸ゾーンで露天風呂とか展望のお風呂とかあるような感じになってます。はーい、温泉ですが、なんか色が黄色いですね。ほら、見える、こんな感じの温泉に入っております。はーい、温泉です。誰も入ってません。
シギラ黄金温泉ですね。なんか宮古島に温泉があるということで、日本最南端の温泉だそうです。洞窟湯とかおかしいあってめちゃめちゃ広いです。南国な感じですね。ゴルフ場来てます。シギラカントリーゴルフかな、ゴルフ。すごい景色と綺麗です。で、こっち側は、ちょっと、プール。